次行きまーす。お待たせしました。おい、こんばんまや。何してんの。あー、ほんとさっきギュミンが気づいて、ギュミンが入れ替えたんだよ。始まれば多分みんなに。これ本当に本番前ですよね。怪しい。そうそうそう、撮ってると思ってなかったな。俺も。あ、そうそう。何をしてんねん。マジで。大きかった。虫人すぎやろ。自分の話に自分の声。ギュミンやるよ。はい。遅いよ。はい。ジュノやるよ。知っとるわ。演技下手くそ。88かな次は。お前氷食うなよ。あ？氷食うなよ。うん。これパルトガンさん行って、はい、工場やば。VS はまたちょっとバレバレカメラの位置立つから、はい、カメラの位置ちょっと触った瞬間に笑ってるし。はい、ありがとう。じゃあ、最初動画で、ね、気づいてんじゃん。そう、俺もう分かってたからね。行きまーす、回しまーす。はい、はい、もう演技した。じゃあパッチください。はい、ちょっと見せたいだけ。ああ、のどいて先びすぎた。バリバリ笑ってるし、ニヤニヤしてる。いやー、マジこういやてか、もうあんなできてる。もうあんなできてる。半分以上です。じゃあいきまーす。5秒前、4、3。ジュノとギュメンジェイジのハルハル TV。 あ、やって始まるんだ。今日も皆さんにジェイジとの楽しい時間をお届けしたいと思います。はい、今日もよろしくお願いします。いや、このトカゲ何トカゲなんだろうと、うん、めちゃくちゃ気になったんですよ、はい、あと日本ってイモリっていうのがあってヤモリっていうのがあるんですよ、はいはい、で、あのどっちやろう。だイモリとヤモリどっちやろうと思って、はい、これはイモリかなヤモリかな、ネットをずっと調べたんですよ、はいはい、ということでまず1個目のきっかけに参りたいと思います。はい、ジェイジのパルトガンさんツアー。はい、このコーナーは韓国といえばやっぱりカンナムとかプサンとか有名なところばっか皆さんイメージしてますよね。そうですね、はい、それ以外にも韓国はいっぱいいろんな素敵な場所があるっていうことを、めっちゃ見とるやん。ちょっと皆さんにそういうところを紹介して一緒に勉強していこうということで、はい、このコーナー用意しました。はい、はい、じゃあそれでは今日はどこですか。今日はですね、はい、アニャンっていうところです。アニャンっていうところです。マジバリバリ。俺がバカだと思ってる。俺もうずっと分かってたんだよ。わざと俺が知らないふりしたんだよ。あい、この人僕があれだと思ってずっと笑ってた。俺がペンだけ触ってても。あー、お腹痛かった。いやー、これはちょっとダメだったな俺。バリバリ笑ってました。これはね、もうバリバリすぎてマジ。絶対ジュノドッキリ始まってたら番組で絶対できないですね多分。多分ね、マジ僕あの時をまだ覚えてるんですけど、あ、これは絶対こいつ分かってないだろうなって思ってたんですよ。だから自分マジポーカーフェイスちゃんとやってると思ってたんですよ。だから最初俺が始まる前にピザに置いといてくださいって言ってたら、置いといてたの、うん、置いといてたら急に俺のところに置いていたから、それでも最初から分かってたの。しかももうバレバレやもん。普段さ、あんなこと喋り出さないのに、あー、もうあんな溜まったんだとか言って、キーとか急に固まってたよめっちゃ。そう、今見たら分かるわ。しかもめちゃくちゃ見とるし、こうやってさ触った瞬間、あとなんかジェイジのハルハル TV はいみたいになってるからさ、あー、もう俺ダメだな。嘘つけないタイプですね。そうですね。ドッキリ仕掛けんの絶対無理ですね。もともとはまあ普通にこうやってジャーン、こうやってぶつけて入れたりするんですけど、結構男らしく割りたい場合は頭で割ります。これ皆さん危ないのであんまり真似しないでください。あと友達の前とか両親の前でやったら結構ショックがある可能性がありますので、
さすがにあのね、うん、家族の間ではね。そうですね。さあ行きますね。はい、はい、ギュミン3、2、1お願いします。3、2、1。ちょっと待って、何してんねん、何してんねん、今の何、今ビビったでしょ。あ、ビビったのと、あとテーブルがもっと高いかと思った。なんや、何ビビってんねん、今のめっちゃダサいじゃん、ね、超ダサいじゃん。いやでもマジでマジで、あの本当に 今の通り、はい、ちょっとビビったのもあったんですけど、テーブルがもうちょっと上にあると思って、あの僕の目的地はここやから、もうこのイメージだったんですけど、あれもっと低いじゃんと思って、もうボンってなりましたね。あ、でもあれあの時めっちゃ面白かったんですよ。面白かったっすね。あれもう最高だった、うん、あの後もこいつベロベロになって、そうですね、うん、面白かったっすけどね。今日は何の対決ですか。もう風船見るわ。今日は肺活量対決です。あ、肺活量、肺活量、肺活量、はい、どうやって試すんですかね。風船を膨らましてもらって、はい、どっちが大きく、あ、最悪これ絶対負けるわけやん、俺絶対負けるやん。これをこれ、ね、30秒間で大きく膨らました方が勝ち。あ、めっちゃドキドキしてきた。やりますけれども、けれども何、怖いねん。気持ち悪いわ。気持ち悪いとか関係ない、怖いねんマジで。チュノから始まりたいと思います。レレー、朝やばいな、あれスタート。練習出てきた朝。あれこれ、あ、何何何、いやほんま無理やな、風船はいくら立っても。無理や、もう無理、もう無理、もう無理。何秒ですか、あと。あと15秒。いやもうあの以上無理、無理、あの以上無理、あの以上無理。いっぱいできてるな。7、6、いや、この以上やったらマジ終われる。もう怖い。3、2、1。無理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 。これ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 。あ、でも多い、大きいじゃん。うわ、割れる割れる。ちょっと待って、割ってしまいそう。針ありますか、じゃねえよ。いや、あの時のピッチさんの演技がめちゃくちゃ面白いって言われて、ね、マジかよ。からここやから投げてきて、これピディさんに任すしかないですね。自分で測っちゃったらあれですからね。30クソマジでこいつ31。わ、ようやったマジ。イランス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 。それでは僕行きたいと思います。風船指の挑戦、よいスタート。いや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 、やめたほうがいい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 。割れる割れる割れる。あと20秒だー。そんなでもビビるしかないよこれ。無理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 、マジ無理無理。見せるな俺に、俺に見せるな。おい、見せるな。うわー、無理無理。あっ、何やってんねん。ブルル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 。あっ、ブルル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 ル。もうめっちゃ濃くなってる。ダダ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 やります。あ、僕負けました。罰ゲーム。それでは早速やりたいと思います。うるせえよ、もういいって。もう一回いいっすよね。結果出たやん。いや、このもビビるビビる姿が面白い。どうせ俺が負けるゲームを、なんで俺がもう一回、俺がビビながら、ビビりながらやるのやつ。もう一回見たいだけ。じゃあ、はい、スタート。確かに尺ちょっと足りないっす。そうですね、ナイスって思いました、この時に。行くしかねえな。ナイスナイス。そこからやります。いじめやん、これ。あれより大きくね。オッケー、頑張ってみる。あれより大きかったら、もう本当に俺が負けにする、俺のやつ。本当？あれより大きかったら、ったらこれこれいらなくて。単純やな俺も。やめろって。オッケーオッケー、これいらなくて。本当これいらなくて。あ、ポレ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 。これより大きかったらね。これより大きかったら。
これより大きかったら、お前割る、こいつ絶対割ります、うわぁ見本すいません、それでは、はい、行きたいと思います。あれより大きくね、手に何か持ってるでしょ、お前ぶっ殺すぞ、お前マジでぶっ殺すぞ、おいこいつピンセット持ってる。早く開けよ。開ける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 、それではレディースタート。あれよりでかかったらいいよ、あれより、信用できないこいつマジで、あれよりでかかったらいいよ、あれより、やんないからないから、あと20秒、あれよりでかかったら、うわうわうわ、怖い怖い怖い、あれよりでかかったらいい、あれより、めっちゃ君のこと何もらってんねんお前、なんかあるでしょ、ないっても、あの時はもっと分かってても演技してほしかったな。泣いてよ。ぶっ殺すぞお前。お前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 。無理だよ。風船は無理。でも大きいじゃん。分かって。手を見せる俺に。オッケーオッケー。手を見せる。なんか飛んでくるんじゃないよな。分かって。どこまで信用してない。俺よりめっちゃでかくない？逆に？ちょっと並べて。ああいいいい、大丈夫大丈夫。持ってこなくていい。いや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 。持って、自分が一つ、はい、ティジさんの演技が半端なかった、俺が上げてないのに上げなふりしてたら中に入れる演技まで最高だったマジ上げてないのマジかよ、詐欺師集団やん、あいやこれもう見てるだけでももうマジで手に汗かいちゃうもん、いや PD さんと僕の尺のあの演技でした、ありがとうございました、どうでした演技、あの最悪な気持ちですPD さんの演技が半端なかったです、僕がまたこうパレたんじゃないですか、でまたここにあの置いといてあげる演技してたら PD さんがちゃんとこうやってもらってあ、こう袋まで入れる演技までやってくれて最低わあ、その時にさすがやなって思ったガチな顔でドドドドドてかめっちゃ早かったしもうロケットやてかなんであんな鋭かったんですか、なんであんな気づくの早かったんですかいやだって警戒するしかない、だってこいつがなんか口がずっとニヤニヤしてるんですよやっぱりね、いや俺もすげえ、俺の方がバリやすいけどお前もなかなか口元ニヤニヤしてるからやっぱり、ね、だからこいつなんかこっち手がちょっと不自然やからちょお前手見せろっつったらあってこの野郎とか思ってマジで結局やられたけど。